Hey guys, Dragon here, and welcome back to Warriors Orochi 4, where we're continuing on the event. Where do we stop? I guess we'll find out. We seem to be almost past halfway, at least. Definitely past halfway. There's one. Let's put that one at the top. Making sure, no good. Don't know how long this video is gonna be. If there's another one, need be fine. If not, this might be the last video of Warriors Orochi. Anyways, so we are finishing off by doing all these events. It's all that is left.今日も神の家はそなたと似合いされし子か。え、お茶何？何を知らんけど、うちそんなんちゃうで。なんと、そなたはまだ天意を知らんか。その力は天意より授けられしものであろうに。 それでは人々を新たな天へと導けな。目を覚ますんだ、卑弥呼よ。もう何なん？聴覚やったっけ？あんたちょっとしつこいで。なんと、天意を得た我こその世を憎む娘とは。うち行くで。もうあんま声かけんとってな。 Oh boy. この地での我の真理は神の者を導くこと。卑弥呼よ、我が必ずやそなたを人々を導く天の子として目覚めさせようぞ。お前は奇跡の力というのを使うのだろう。どれほどの 私の見せてみよ。奇跡は見せ物ではない。救いを求める民のため、天意に従い起こすものよ。万事は凄まじい力を持つ神。それを民のために使えば、どれほどのものが救われることか。笑わせるな。私の力は。 私の滅びを遠ざけるためだけのもの、民の命運など私の知ったことではない。それほどの力を持ちながら己のためにしか扱えぬとは、なんとも嘆かわしいことよ。 About with every app update on my phone, I'm losing memory slowly and surely. Oh well, until I have money for a proper camera, which... it's a couple of thousands, but... what can you do, eh? Question here is, what's more expensive? A camera? Or all the equipment to record from the screen itself? That's a big question. するという悲願がある。そんな指示にかまけておれるのだ。指示やなんてつれないことを。男はんはやらねばならぬことがあるばっかり。備えに仕事やら使命やら申す気なんどすか。恋やら何やら言うもんは突然やってくるもの。誰でも決して
して逃れられまへん。何をしてても魂持っていかれてもらえません。待ってくれ。やはりそうぐいぐい来られては。もし恋をするなら俺から始めたいのだ。やん、かいらしいこと。ほな義経様にうちのこと口説いてもらいましょう。ほなお願いします。ひーふのみ。How many do we have left? Only have 11 rows. One row, one of them doesn't have any events. Which is great. There's a coon here, blah blah blah. Aha! Oh, not one above. Almost messed it up. ちょっと待って、それは違います、家康。
Think that I got the wrong idea of difference between them. さあ、特に理由はない。
風が好きって言ってるやつのほとんどはそうだろ。ただ好き、俺にはそれで十分だ。お前も風の話をしたっていうからには風が好きなんだろ。どうしてだ。我は風が好きなのではない。我が混沌の風だ。お互いいい加減だな。清盛公、聞きたいことがたくさんあったんだ。ああ、平家の棟梁平の清盛に話が聞けるなんて。いやあ、なんといっても歴史の花だから、源平の争。源平。ああ、平氏と源氏の争いを源平の争いとの混声では言うんだ。それでね、清盛公、私と君には共通点もあると思うんだ。例えば厳島神社だ。君も私も大変に敬い、修復造営を行っている。だからどうだろう、話を。かたじけなくも厳島の名を述べしおる。ことは血の匂いが立った。よもやかの血を血で汚すまではしておるまいな。いや、厳島で合戦を。こんな町当たりめが、我ら平家の氏神の末地を血で汚すとは。とは叱りたけ、我が輩は許す。神がまことにお怒りならば、神が天罰を下すことである。失態を演じる者がおっても冗談と思うことにしてれば、元が剣の冗談、面白かったぞ。なるほど、書物で読んだ通りの人物だね。収穫収穫、これは対策が書けそうだ。Interesting. 悪に染まったお仲間が言うねえ。なあ、自称悪党さんよ。そちらこそ、ご自分のことを大悪党と、どれほどのことをしてきたのか、今後の参考に聞かせてほしいですね。我が輩のやり方を聞きたいとは。お主も大概悪よな。そうですね、鬱憤が溜まっている時など手がつけられなくなるようです。それが激しそうじゃの。異なる世界の悪党がいかほどのものか、お主の所業も聞かせてみる気はないのかね。もちろんお望みとあらばですが、少々刺激が強いかと。それでもよろしければたっぷりお聞かせしますよ。よいぞ、毒のあるやつは大歓迎よ。Okay, this is the row with nothing in them. There's one over here. あなた、小柄だけどとってもいい体。かっこいい。一番乗りのために鍛えてきたこの体、褒めていただけるとは恐縮です。え、そこ照れてもじもじするところじゃないの？意外。それは失礼しました。ご期待に添えず恐縮です。ご期待って、いやまた遊びましょう。じゃあね。なんという速さ。ですが、一番乗りは渡しません。次会った時はそれを伝えなくては。
done, we will possibly finish today.罰せられる苦しみはよくわかる。私には己を滅ぼすだけの力も残されなかった。どこぞの神が知ったような口を。すまないな。君の話を聞いて勝手に親しみを感じてしまったんだ。 仲間や力を奪った相手も、だけれどね。くだらん。君は復讐を望まないんだな。魔王でありながら、あくまで己の滅びを願うか。元が仙人であるせいか、それとも。 何を見通すつもりかは知らぬが、我はただ我を超える強者を求めるのみ。言ってしまったか、オロチ。謎めいた存在だな。またゆっくり話してみたいものだ。 少しよろしいか、ウキ。アザノは分祖、その姓は厳にして直。規範を守り部下にもそれを求め、恨みや恐れも気にはしない。兵や世にこびることが我が務めではない。厳格に主に仕える使えるが使命。素晴らしいな、ウキ。 主にとっては素晴らしく都合の良い賞。今の発言、いらねに原告たる官兵衛殿と同類と認めていただいた。つまり褒め言葉という解釈でよろしいか。<笑>構わん。それは光栄だ。さて本題に戻ろう。官兵衛殿、 貴殿が秘密裏に闇夜に餌をやっていると我が手の者から報告があった。かかる行為は軍旗を乱す故厳重注意とする。どんな小さな火種も見逃さぬか。なるほど、私と同類だな。 Longest conversation ever. Let's see what's next. Okay, Omi, double check. Everywhere else is done. Let's put her to the top. Oh, only a few left. Himiko, imamade sewa ni natta. Arigato. そんなええ、気にしんといて。あんなん当たり前のことやん。大したことあらへん。我がごとき脇役妖魔に、お前は取る。
Think she means when he gets all mad. Well, then only have two left. Hold your horses. One and the other one disappears. Interesting. Maybe the conversation would have gone either way. That's interesting to note. And on such a note, we have basically done the whole game. Everything's clear. All of it's done. Really enjoyed this series. It was the best Warriors Orochi yet. I'm sure there's still more to come. I hope. It's such a good type of game. It really is. Big battles, all craziness, the chaos. And then just making it better and better every time. Although, well, which one was it that I liked a little more on the battle side of things? I know it was one of the Warriors, but was it Dynasty? Or was it Empires? I don't know. But the one with all the bases in the battlefields. Like all those little garrison buildings in the battlefield, they counted as bases. And your team had to hold them,
to get victory and all that. You could give orders to the officers and all that kind of stuff. If they combine that with this one, I don't think it'd be bad. I think I'd love it. I'm not sure that's what they're aiming for, but hey, it's just a suggestion. But hey, hope you guys enjoyed this series as much as I did. It's my damn childhood. And we're done. But I hope you guys enjoyed. If you did, please leave a like, share if you really liked it. Comment, subscribe if you wish. Follow me on SoundCloud if you want to listen to the music I listen to. The name will be in the description. And peace out.